理学療法学科の学科長を務めます後藤正弘と申します。本日はよろしくお願いいたします。今日ご多忙の中、暑い中お越しくださいまして本当にありがとうございます。前回に続きまして今日もね本当にオープンキャンパスを開始できてよかったなというふうに思ってます。私の方から、学科のね紹介、大学選ぶの本当に難しいと思います。どのような政治家の大学を選んだのよいのか、その辺を皆さんにとってヒントになるようなことがお話できたらなと思います。毎回、最近のオープンキャンパスは午前中1回と午後1回と2回戦やってるんですね。で今日は、私は前回も2回食べてたんですけど今日は1回だけなんでこの1回連続投球で私を喋ることができますので頑張って喋りたいと思います。後半は寺田先生お願いいたします。寺田先生どこ行きました？あ、消えちゃった。テーマは、次のステージへ君の意思を愛ので開けということなんですけども、どういう意味かというと、人は生きて、生活する上でやっぱりなーなーと、何も目的もなく過ごすよりはきちっと自分の中で目的を持って、目標を持ってどちらの方向に進みたいのか、何になりたいのか、何を得たいのか、そこをきちっと考えて、でそれを得得するためにどういう方法があるのか、どういう方法を取ったらそれが獲得できるのか、そういうことを目的とその目的を達成するための方法を併せ持つことによって人は自ら動けるというふうに私は思っています。そんな中で愛の大学で、君の意思を愛ので開けというのは大学の中で自分がやりたいこと目標値を単に医学療法士の免許を取るだけではなくその先5年10年15年その先を見据えてこういうふうになりたいっていうようなね皆さんの目標を描いていただいてそれを大学の教員と一緒に考えながらサポートしながら進んでいただきたいなという思いからこのようなタイトルをつけております。はい、それではですけども今日のタイトルですけども、大学を選ぶための対面式オープンキャンパスポイントです。具体的に申しますと、まあ、大学選びっていうのは確かにまずは学費だと思います。学費が高いより安い方がいいですから国立に行けるかやはり国立の方に行った方がお金が安いと思います。あとは、通学の便利さでしょうかね。自分のお家からどのような方法で通うのか、それが通う時間数しかもしくは方法を考えてね、その辺がやはり合致している大学っていうものが大切かなと思います。さてその次に来るものって何でしょうかって考えた時に、まあ、一般的に大学選びっていうのはメディアが、ね、発表するような偏差値ですとかもしくは、今はインターネットでの評判とか見て決めることが多いと思いますけども、まあ、正直言って、校舎の綺麗さとかねいたもあるかと思いますけども、まあ、どちらかというとその偏差値だとかあまり、正直言って私は皆さんにとって関係ないんじゃないかなっていうふうに思います。うちが高いか低いかということではなくて、例えば一例を申し上げますと教育職とかもしくは行政とかっていうのを目指すときっていうのは大学院を行く人っていうのがとかとかいるわけですね。大学院選ぶときって基本的には大学選ぶと変わらないと思いますけども、その選び方は全く変わります。大学院選ぶときっていうのはまずは国立それから私立、まあ、それすら関係ありません。じゃあ何をもって大学院を選ぶかっていうと、やはり自分を導いてくれる先生がそこに一人いるか、その先生と実際喋ってみて、その先生と自分の相性はいいか、自分のことをきちっと守ってくれる、サポートしてくれる先生か、そういったことを会ってみて感じることができるかどうかっていうのが、大学院選びのとにかくポイントなんです。多分ね、それは他の国でも大学選びも一緒なんですよ。ところが、日本はなんかね、全て確率的に高校3年生の時を過ごしてしまって受験という一色でその辺 のプロセスが抜けてしまっているんですね。ですけども皆さんにやっぱ自分のやっぱり将来をね将来のリードしてくれる先生を選ぶこの機会なんですから、やっぱり私はオープンキャンパスに実際に行って気になるオープンキャンパス大学ね大変ですけど何とか行ってその中で先生と話をしてそれで先生はどういう専門性を持ってますか、もしくは自分がこういう専門性に興味があるけどもそういうことは大学で可能ですかと、
もしくは大学の中で私が困ったら助けてくれますか先生は、ってもうダイレクトで今日なんかオープンキャンパスの時に先生方に聞いたらいいんじゃないですか。でその中で感じて、それで自分が納得するできる大学を選ぶっていうのが正しいんじゃないかなっていうふうに思います。はい、それでプラスアルファですけども、やはり大学全体もしくは学科全体の特色っていうのもありますから、そこにもね自分が興味がある大学っていうのを選ぶことは必要かと思いますので、まずはじめにですね、会場みたいなことをはじめに喋ってしまいましたけども、大学の紹介そして学科の紹介を簡単にしたいと思います。まず大学なんですけども、大学の方は2020年から書いてますけどね、2004年ですね、大学の1期生というものが始まりました。その前までに専門学校として20期生ですかねぐらいまで、岩村先生最後かな、ね、あそこにいる岩村先生が専門学校の最後で20期生ぐらいかな、ね、うちの教員大体7割ぐらいはもうアイノの卒なんです、ね、それでまあ知ってる先生の中で優しい先生、明るい先生なんていうのを、ね、あの学生のことをきちんとサポートしてくれる先生に集まってきていただいてるってとこかなと思います。そして最近の話ですと、私方向音痴なんですけどね、自信を持って、メール敷いてどっち？あっち？白い建物ですね、4階だと。うちの大学のですね、悪いとこっていうのは、今までやっぱり学生にアンケートするわけですよ。そうすると、居場所がない。授業を受けた後、ご飯食べた後、みんなで話をする場所がない。なんていうのが大きなね、大きく上がってたんですね。そこでこの MLC っていう、メディカルラーニングコモンスっていうのが建てられまして、コモンスっていうのはもともと学生のための建物です。学生が時間を過ごすための建物です。ですので、まあ、2階、3階とかフリースペースを多く置いているのでね、もう少し今から状況が変わっていったら学生が自由に使えるようになるんじゃないかなと思います。そしたら2004年ですね、今年の4月に定員が180名から100名に20名増えました。まあ、この増えるっていうのはね、文科省から許可を得るわけですけども、まあ、これは、まあ、大学の競争率やね、志願者数、そういったことがある一定数あると、できるだけいい教育を、社会に提供したいということで、文科省の許可を得て、このようなことが可能になるわけです。それと、同じく4月から、アイノ高校の中にですね、デジタルサイエンスという一つの専攻ができまして、将来的にアイノ大学に進みたいという高校生を対象とした教育、講座に連携が始まりました。うちの学科の中でも6人か、の先生に、当初私一人でやるような予定だった、一人二人でやる予定だったんですけども、開けてみたら私やっぱり高校の先生じゃないし全部できないし、もう多くの先生に結局手伝ってもらうことになりまして、文句は言われておりますがね、森田先生突然振られるの嫌でしょ6人ぐらいの先生に助けてもらいながら高校生1年生とも授業を進めてまいってます。さあ、これから次は最後はまあ将来的なことですけどね、今やっぱり大学を卒業、私たちのね、大学の学科の一番の大きなセールスポイントって、入学して学生と教員の関係って始まって4年間で終わるわけではなくて、そこからずっとサポートしますよということがやっぱり我々の理念なんですね。家庭でお父さんお母さんがずっと子供を見守るように、社会の中に関してはやはりお父さんお母さんわからない、だから大学である我々が、卒業生のことを見守る、困ったら助ける、それが僕たちの信念なんです。そこで、まあ、将来的に大学出て卒業して、じゃあその後どのように成長していったらいいのかわからない子たち、その辺のマネージメントを教えよう、教育を教えようなんていう大学院ですね、ですからすでに、理学療法士として働いている人を対象としてさらにステップアップさせる方法で、その上の人がちょっと上司、係長、課長レベルが、より下の理学療法士を育てるにはどうしたらいいかっていうのを教える大学院を2023年に開設したいというふうに考えております。はい、学科の特徴です。学科の特徴としましては、第一に臨床でね、臨床っていうのは病院だけではなくて健康増進の場もありますけども、どこの場で起きてもやはり
患者さんを、そしてクライアントって求める人のね、必要に応えてあげられなければいけないと思います。そこで1年生から4年生まで、前期後期に分かれますけども、その後期に実習を用意してます。臨床実習を用意して、その学年はその臨床実習を成功するために、この前期をどういうふうに過ごしたらいいのかということをきちっと目標設定した上で1年生から4年過ごしていけるようになってます。また1年生、2年生、3年生、4年生とその臨床実習の内容もちょっとずつステップアップして、まあ、臨床の、大学卒業した4年の4月ですね、まあ、過去に負けないような臨床レベルを持っててほしいというふうに考えております。そしてこれは、専攻ですけども、選択です。選択の中でベースとしての理学療法の他に、がんの理学療法、スポーツ健康増進の理学療法、ね、この中では、パーソナルトレーナーという資格も、ダブルライセンスとして取得することができます。もちろん勉強頑張らないと無理ですよ。決して簡単じゃない。パーソナルトレーナーもやっぱり合格率何かといったら 60% ぐらいだよね、全国ね、はい、結構落ちるよね、はい、うちの学生は全部受かったらいいんだけど、やっぱ受かったら落ちちゃうね。まあ、そんな中でダブルライセンスというのを取るのも一つの方法かなと思います。先端理学療法というのは、細胞を使ったりですね、機械工学ですね、そこをリハビリテーションに生かしていくような専門性です。まあ、このような科目というものを自分の、好みに合わせて、もしくは担任の先生と相談しながら選択科目と選んで、卒業していきます。はい、我々一番大切にしていること、学生一人一人との関わりです、ね、接することです、ね、具体的にはどの中でどうやって接してますかというと、一学年について担任、もう小学校、中学校みたいなもんです。担任制度を引いてね、問題があったら、お父さんお母さんとか電話して、今こんな状況です、娘さん息子さんこういうふうに言ってるけどどうしましょうかって相談しながら進めております。あとは学習支援ですね。やっぱり勉強がね、なかなかついていけない学生さんが、どれぐらいかな、 15% ぐらいおられるかな。やっぱりそれをすると、ほっとくわけにいきません。ただ単に単位が取れないからね、放置するわけにもいかないし、だからといって単位取るのを優しくして卒業させるわけにもいかない。きちっとした臨床レベル、ね、知識、社会性、常識持って卒業してほしいんでね、カリキュラムの他に、時間割ラインなんですけどね、そこに集めて、勉強のサポートをしています。社会貢献としては、例えば、まあ、高槻にある女子プロサッカーのプレッツェルだっけ、エスペランサちょっと違った、プレッツェル何でか忘れちゃった、エスペランサとか、まあそこは大きく絡んでますね。週に1回先生行ってくれてるもんね、はい、そことか、プロ野球のなんてチームだっけ、オリックスとかね、あとは訓練高校は全国バスケットやる、はい、誰が絡んでますか、なんでてあげないんだよ今年から入ってくれた福山先生ね、訓練高校のバスケットで優勝だろな。 あとそれとか、八代高校って全国のやっぱバレー強いですよね、兵庫県の男子バレー、その辺のとか、大津高校の野球部とかね、絡んでますし、スポーツ好きな学生さんって、やっぱりそこに一緒に、ね、同行する、学生同行することによって、将来自分もこんな風になりたい、こんな風になるために今何勉強したらいいっていう、目標があったら、そこに近づける方法もその先生が教えてくれますから。この、まあ社会貢献だとかね、交流会、卒業してから、まあ、こういう交流会も開きますけど、こういう機会を通じて、学生は自分の目標を設定したり、自分がね、興味のある先生と出会う機会を得るなんてことにもなるんじゃないかなと思っております。はい、ちょっと思考が変わりまして、コロナウイルスです。この中から我々は学ぶこともありまして、本当に成長 しようというふうに考えています。これからの学科のうちの学科のあり方を話す上で、ちょっとこのコロナとの関係をお話ししたいと思います。今年の4月コロナというものが感染が拡大してきました。そして授業このままだったらできそうもないなということで、5月オンライン授業を中心に、授業が導入され始めました。まあ、その中で、
通信環境があまり良くない方ですね、Wi-Fi を設定したり、iPad を持ったり、そういうのを学校から貸し出すっていう形をとって、できるだけみんながいいような、通信環境で授業が受けられるようにって考慮しながら、このような授業をしました。しかしながら、なかなかこれだけをやってる分では、特に1年生なんて人間関係が全くつかめないんですよ。我々やっぱり学生のことを、彼らが困っていることを聞きたいし、彼らが勉強できなかったらそれがなぜできないのか知りたい。だけどオンラインじゃ無理なんですよ。実際喋って彼らの顔を見ながら訴えを聞かなかったら無理ということで、まあ1年生から4年生まで週に1回だけの分散登校というものを始めました。もちろんコロナ禍には技術の技術的なものを教えるのが難しいなんていうこともありましたけどね。でまあオンラインにはそれなりにいい点もありました。いい点って何かって言ったら、好きな時に繰り返し見れるとか、自分のペースで見れるとか、通学のロスがない、時間のねロスがないとかって、こんないいところもありました。でも問題点もある。やっぱり技術的な指導がやっぱり難しい。それから定期試験さえできないんですよ。定期試験さえできないんで、将来やっぱり国家試験に絶対合格できるレベル、絶対その臨床実習に行っても問題のないっていうレベルまで達する上での評価をしてあげられないっていうところがね、問題だったんで、このような方法にしました。ここでやっぱり今、どこになってる？これ？これだ。失なったじゃん。ごめん、俺のためだったんだね。あ、やめろってことか。やめろじゃ。わかんない。はい、すいません。15分経ったよというお知らせが、私は何のことか分かりませんでした。はい。もうちょっといい？杉本先生、もうちょっといい？はい。はい。今ね、サミズってね、もう感染予防のためにダメだよ、強度下げてって言われてますよね。その通りだと思いますが、サミズって大切ですよね。やっぱり近くで会う、それで近くで話を聞く、表情を聞く、その中からやっぱり困ってることも分かるし、僕たちサポートもできるし、どれだけあいさんと真剣に今一緒になって向き合ってるよってことを感じてもらうこともできるし、でもそれがやっぱりできない中でね、じゃあできる方法ってものを考えていかなきゃいけないもんね。そこで、まあ、今後後期はね、もうちょっとその分散授業の分散通学の頻度を増やしていく、もしくは国家試験に関してもやっぱり普段はオンラインで授業をしてるけども、必ず実力を確認するような試験は定期的に集まって、全員で大きな教室の中に間隔を空けながら来て試験を受けて、それで実力を測った上で目標設定する、ね、そんな必要性というものはここで初めて学びました。そこで変わる授業と変わらない関わり、一人一人の学生に目を向ける、互いの信頼関係を作るっていうのは、結局国家試験を例に考えるんだったら、なんでできないかっていうのは、一人一人に目の前にここでこの問題解いてごらん、この問題解いてるときに、なんかどうやってこの問題を解いてるか口に出して言ってごらんってるうちに、どこのプロセスでこの問題がこの子が解けないのかっていうのが初めてわかるんですよ。一個一個わからない子はわからない、原因が人によって違うんです。それをやっぱり探求して、きちっと一人一人のベースアップを分かって、今年も全員合格させてほしいっていうふうに思ってますんでね。やっぱりまあこのままオンラインに負けてたらいかん、このままオンラインだけで全部やってたら最終的には学生が大変なことになるっていうのが気づいたんでね、それも今アプローチを変えたようなところでございます。このようなところですけども、今日はまあ短い時間ですが、この滝先生方とのね、このブースでの、お話を通して、皆さんこんなこと欲しいけど、先生こんなこと大学でちゃんとやってくれる、先生はちゃんと責任持って私のことを見てくれますか、困ったら助けてくれますか、なんてことをね聞いて、それで他の大学のオープンキャンパス行って引いたり、その比較して自分はどういう大学に何を求めるのかなっていうものをきちっとある程度その自分の中でね、それを感じた上で大学を選んだらどうかなっていうのが私の意見です。以上です。ちょっと長くなりましたけども、前半だけだったんで、今日1回だけでしょ、僕喋んの、はい、だから出し切ってもいいかなと思って喋っちゃいました、はい、Excuse me?